はい。よんにちは。ありがとうごいました。えっと、今回はですね、久しぶりに、えー、iPhone のケースをちょっと開けていきたいなというふうに思っています。で、まあ、特徴はね、なんらないケースなんですよ。ただ、まあ、あの、いろいろですね、日々、 こう、毎日、同じスマートフォンを、まあ、新しくね、ギャラクシー Z フリップを買って、触ってたりとかもし、しつつも、でもこの iPhone くんなんかはずっとこのまんまなわけですよ。<laughs> ずっとこのまんま、折れ曲がりもしせず、ね、なんかこう、機能がパワーアップすることもせず、まあ、当たり前なんですけども、だんだん飽きてくるんですよね。正直。あの、で、そういうところで、ちょっと雰囲気変えてえなっていうふうにね、 思っていて、まあ過去にも、えー、この iPhone 11 Pro Max 用ということで、まあそれぞれあのケースを、えー、ケース、そしてあのバンパーの方もそうですけども、それぞれお見せしてきたんですけど、今回はもうガラッとちょっとこう色を変えられるようなケースっていうのを探していたところで、 雰囲気変えられるようにね。なんか良さげなものがあって、それを注文してやっとこそ届いたので、それを開封しようと思っています。えっと、なんとなく、あこれも iPhone X シリーズとか 10S シリーズ用の画像で申し訳ないんですけど、この画像から想像して俺買っちゃってるので、まあ俺の思惑通りに行くか行かないかっていうのもちょっとわかんない部分でありますけども、あの、 TPU っぽいんですよね。TPU ケースっぽくって。で、価格的にもですね、1500ドルぐらい ?1500 ドルは違ったか、次。15ドルぐらい。うん。なんか頭の中で1500円とかそこら辺の人はね、ごちになりました。最近多いですね、そういうことはね。15ドルぐらいなんで、そんな別に高くないですよ。はい。で、ただね、注文してから2ヶ月近くかかったんじゃないかな。 なんやかんやで。うんだそこだけちょっと俺は今の現段階でうん、あんまりこのショップ使いたくないなっていうふうに思い,思い始めちゃってるぐらいなんですけども、まあとりあえず、これのですね、多分もうだから、注文した時のことをうろ覚えになっちゃってるんで、あれなんですけど、多分ね、オレンジにしたんだと思うんですよ。で、今ね、俺もお見せした時にこのフォレストグリーンですよね。 ミッドナイトグリーンだ。<laughs> ミッドナイトグリーン。ミッドナイトグリーンなんで、このちょっとイメージをガラッと変えられるようにオレンジっていうものを選択してたと思いますで。そちらをですね、まあ、やっとこそちょっとね、開封していこうと思ってますので。というところです。はい、早速開封していきましょう。ちょっとグダグダから。 はい。ということでやっていきましょう。多分ね、この袋を開けたらもう、物が速攻で見える感じに、あのー、梱包されてるんだと思って、この状態から始めてます。あ、意外にもそうでもなかったですね。入ってはこれですね。あ、やっぱ柔らかいから TP。おー、来ました結構ね、鮮やかな感じなんですよ。 ね、わかるでしょ鮮やかさが。あ、ちゃんと、11プロじゃ、ま、11プロマックスよね。うん。こう、こう、こういう感じです。これだ、イメージガラッと変わるよね、と思って、ミッドナイトグリーンの、と思ったんですけど、ちょっと俺イメージとこの状態で違いますね。何が違うかって、ここ。<laughs> カメラの部分も覆われてるかなっていうふうに思ったんですけど、レン,レンズ穴を残して覆われてるかなと思ったんですけど、あれだね、ここだけじゃあそうするとミッドナイトグリーンが見えちゃうな。まあでも、こう透けてるという、透けてるわけでもないから、ちゃんとミッドナイトグリーンの色をこう遮断しつつ、こうイメージを変えられるようなカラーリングにはなってるかな。ねえ。 なってるかなっていうふうに思います。アップルのロゴもね, <laughs> 入ね。入れてくれてるの。ね入れてくれてるの。ちょっとフォーカスが寄りにくい感じがしますが、申し訳ないですが。ここも空いてますね、ちゃんとね。なんでこんなにフォーカスが今、ちょっとずれずれなのかな。ストラップホールもありますね。 手の方にね、開けるようにして。スピーカー穴がありますと。このぐらい開いてれば、まあいけんじゃないこれ柔らかいでしょ ?TPU なんですよ。むにょむにょです。はい。まあ、だから誰でも、すごく簡単につけられるよね。ということで、つけましょう。 おスッと入るね。スッと入りました。来ました。はい。どうでしょうか。イメージはガラッ、あ、やっぱここ出ちゃうか。そうよね。<っ>出ちゃうからね。出ちゃうかってもうケースの大きな形で分かってたんだけど。ここかな。じゃ、今度はあれだな。ちょっとね、個人的に思惑外れてるんですよ。今言ったようにね。ここが、 このね、枠紙、レンズ穴だけ残して覆ってくれてれば、あの、ちゃんとこのフォレストグリーンのイメージを変えた雰囲気替えっていうのができたなっていうふうに思うんですけど、まあ、あの、フォレストグリーンがね、これで見てわかる通り、もう、ケースによっては全く合わなくしてくれちゃう色なんですよね。だからあの、11プロからの、 あの、新色ではあるので、なんていうんですかね、そこに飛びついたっていうところも、私自体あるんですが、だし、予想もできたでしょうっていうところなんですよ。はい、実際予想してましたが、こうなんですよね。イメージを変えたいなっていう時には結構、苦戦するというか、 うん、iPhone 過去にも、例えばゴールドを一番最初に出した時だったりとか、ピンクゴールドを出した時なんかも、割とそのケース合う合わないっていうのが、しばらく続いたじゃないですか。このケース形はいいんだけど、色味が合わないよねっていうのは色々あったと思うんですよ。私今フォレストリグリーンで、 あの、ミッドナイトグリーンですね。フォレストグリーンとミッドナイトグリーンが今混同しちゃってますけど、ミッドナイトグリーンで、それに陥っちゃってるところがありますが。ま、ああの、だから他の iPhone を使ってる方は、ちょっと参考になったんじゃないですか。フォレストグリーン、ミッドナイトグリーン、何回言うねん。ミッドナイトグリーンを使ってる方は、合わねえなっていうふうに思ってくれたと思います。で、 このオレンジの他にもいろんな色が用意されていて、あの、まあ、選び方によっては実際このミッドナイトグリーンに合わせたものもありますので、それを考えて購入できますね。そうすると、ま、ちゃんと、こう、テイストをこう合わせた感じで、いい感じに、あの、イメージを変えて、あの、iPhone を楽しめるようになるのかなっていうふうに思いますけども、ちょっと私今回ね、あの、思惑通りにはいかなかったというところでありますが、 まあでも、このケースとしては、ものすごくフィット感はありますね。ちょっと薄めの TPU ケースっていうこともあるんですけど、だから、あのー、保護をするっていうところで言うと、衝撃性っていうのはね、ほとんど、あのー、なんていうんですかね、期待はできないと思います。それぐらい薄いです、この TPU。だけども、まあ、傷をつけないというところで考えたときには、まあ保護になると思いますし、まあこうやってね、あのー、 ここを透過してなんか、あの、本体の色がちょっと浮き出てくるってこともないことはこれで確認できたので、あの、iPhone の本体のここの部分ですね、ここのに出てくる色と相談して、まあ合わせれば、まあよくいいのかな。うん、15ドルぐらいですから、しかも。割と安く、そして、まあこういうね、iPhone の えー、その、のサイドフレームのイメージも保ちつつ、薄さも結構保たれてると思います、これ。はい。そのまんまなので、割とあの、使い勝手はいいんじゃないかな、っていうふうには思いますね。穴も意外とこの15ドルってすげえ安いケースなのに、スピーカーの穴もちゃんとしてるし、そこら辺はあの、良い、良いことかな、っていうふうには思いますよ。うん。こんの、 あの、まあ、上下左右に 1. 点数ミリずつ大きくなったぐらいの感じなので、そんなにこう持った時にも違和感はないと思います。うん。そこら辺はまあ良かったかな。まあうん、俺はやっぱここですね。ここの本体の色がちょっとその出ないようにしないと完全なるそのイメージ変化っていうのはできないので、 改めてですね、まだ他にもあの目星つけてるケースありますから、そっちをまあ実際に買ってみてね、今度試してみようかなっていうふうに思います。あの、意外とね、この海外のものを買った時っていうのがね、サイトに載ってるのとちょっと違う感じのものが送られてくることもあるので、なんやかんや実際に買ってみないとわかんないところがあるんですよね。はい。まああの、今言った通り、 この本体の色としっかりと考えながらね、あの購入をすれば別に普通に使えるケースかなっていうふうに思うので、気になる方はあの概要欄の方をチェックしていただければなというふうには思います。はい。ボタンも別に押しやすいし、そんなに何か問題があるってことではないですね。 ま、気になる方っていうのは多分おそらく、このケースと、このディスプレイのってとこなんですけど、普通のその衝撃系のケースだったりとかっていうと、このディスプレイよりも上にね、ヘリが出てる場合もありますけど、これちょっと出てないので、そこら辺はやっぱ期待しないでください。この角での衝撃性能とかそういうこともそうですけど、あまりそこら辺は期待しないで、単純にほんとファッション性ですね、ほぼほぼ。 あの、すり傷とかそういうところを保護しつつ、かつそのイメージを変えていくっていうファッション性のところの、まあ、ああ、感じかな。このケースを使っていくっていうふうになると。うん。あの、アップルロゴが好きな方もね、ここは残ってますし、残ってますしっていうか、わざとここつけてますから、このケースくんは。はい。はいこの。俺はもうこのロゴも別にいられんじゃねえかなって思っているタイプですけど、 ね、別のなんかデザイン的な、あの、ポイントを持ってくればいいのかなっていうふうに思ってるので。はい。ということで、今回、あの、iPhone 11 Pro Max、まあ、イメージを変えることをですね、主目的としたというところでの、えー、ケースですね、格安ケースをお見せいたしました。色味的には、なかなか鮮やかでいいなっていうふうに思いますし、あの、他にもですね、空張りありますので、 なんかいろいろこういうケースを持ってね、あの雰囲気を変えたいなって思ってる方は、チェックしてみてもいいのかなというふうに思います。ということで、また見てなバイバイ